ハゲバンタイガーファンディング。ハゲちゃって困っちゃったエピソードみたいななんかこう学生の頃とかっていうのをも,もっと具体的になんかないのかな？そうですね。えっと最近あったことで言うと、えっと社会人の。 グルメの集まりみたいなところに最近参加するようになったんですけど、すごい集まりよね。えー、<laughs> グルメの集まり。<laughs> ね、ササイズのグルメ。みんなで美味しいご飯とか映えるご飯を食べに行こうっていう会があって、えー、まあ積極的に参加するようにしているんですけれども、まあそこで自分より年下の一個下二個下の子から最近すごいいじられるようになってて、まあそれは仲良くなった。 と思ってもらえてるからいじられてるとは思うんですけどちょっと度が過ぎるなっていうことが最近多くてけどそこで怒るのも違うと思うのでなんか勝手に一方的に傷ついててなんかもどかしい気持ちになって帰るるがたまにあるんですよねみんなで2次会行こうって言ってる中自分だけ「この子いるならちょっとやめようかな」って思うことがあったりして、まあ、それがもしハゲてなかったらおでこが広くなかったら頭頂部がちゃんと生えてたら。 まあなんか何も気にせずいけたのかなとか、うん、もちろんそれ以外のコンプレックスもあるのでそこでいじられたら同じかもしれないですけどなんか「青ひげ」はもうずっと昔からなので言われ慣れてるしけど「ハゲ」はなんか最近すごい言われるなっていうところでなんかしんどい思いをしたことは ありますね。たけちゃんがさ、さっきからさ、頭返して頭返してなんか出てるから、いやいやいや、僕は大丈夫なんですけど、ぼ一回戻します？戻しましょうか。じゃ戻しましょうか。長い長いリハかっこいいかっこいいでしょ。もう一つバージョンあるんで。もう一つある。だからもう一つあるの。いや、うん。っていうのは、多分それ食毛してもせ毛じゃないですか。ああ確かにね。おそらくいい髪型は僕できない気がしてるのね。 どどうですか？あでも確かに美容師さんの目線でなんか今つけてたピンクのやつはこういうまっすぐな感じだったけど金門さんの毛質はなんかこういう感じなんであのヘアスタイルやろうと思ったら植毛だとまあ自分の毛質的になかなか難しそうみたいな感じですね。うんうん、強制やんなきゃいけないですよね。うん、そうそう。でこれちょっとニューバージョンじゃちょっとつけてみて。すみません。いろいろ用意している。結局は試着を繰り返すことによって。 あの感化され始めるはずなんで。なるほどね。これね、こういくでしょまあちょっと今度はちゃんとつけますね。どれぐらいしっかりつくのかっていうのも、ちょっと体験してほしいんで。<laughs> はいはい、はい、かっこいい。これでありがとうございますかっこいい。ああ、すごい。え、かっこいい。かっこいい。かっこいい。<laughs> ありがとうございます。かっこいいはい、どうぞ座ってもらって。こんなイメージ変わるんだ。実際どうウィッグつけてみて。 そうですね。正直まだ慣れないというか、うん、あの、まあ、違和感はもちろんありますね。すねただ、見た目はだいぶ変わったなっていう印象はありますね。劇的に変わるよね。で、はい、あなたがなりたい。この理想の髪型にぴったりだったよ。髪型はね。これでもできます。正直あそうなんですできます。この髪型もできますよ。先生、前髪上げれるんで、このウィッグは？え、すごレボリューションウィッグです。よかったら概要欄から。すごい <laughs> ここれれれ全国の美容室に多分これから導入されていきます代理店がどん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 できてだからね世の中多分ウィッグがもう当たり前の時代が来る僕がそうするんでうん、うん、だから恥ずかしくもなくなると思うねあえて髪の毛が生えてる人でも気分転換みたいなそのつもりで色変えてみたいなって思って、はい、ウィッグつけるっていう時代がくるとう癖毛の悩みの人も多いんでそうなんだよね俺そうだったの。はい もうです俺小学校の頃あだ名ちんげだからいやほんとにだからねストレートパーマを一生懸命こう買ってきてやろうと思って自分でやるからで中学生の服じゃんだからもう猛根いじめちゃってこんなになっちゃったんだね多分やり方間違えたそう天然パーマね1個いいですかどうぞちょっと質問竹之内社長に質問なんですウィにか クを付け続けるとその頭皮へのダメージというか、はい、っていうのはあのそこからどんだけ剥げようが変わらない。<laughs> 僕からすれば毛体方に影響しないんです。うんうん、だからもう決断の時なんですよ。まあ、経営者と同じですよ。どこで損切りするのか。 もう自分の髪の毛を諦めてこっちだって切り替えた瞬間から自分がハッピーになるわけじゃないですかうん、うん、なのでそののハッピーの期間が長い方がいいいですよねうん、うん、いつまでも固執して持てない時期が長いのにまだある方がましだと思って過ごしてる方が僕としては経営者としては間違っていると思ってるいやハ萩に対する非常に勇気の出るお言葉ですね <laughs> 素晴らしい完璧ぐ <laughs> のでも出ない決断の時ですこれだったらお金かからないんだから。 だってウィッグって大体3年ぐらい持ちますから大切な扱いはもっと持つかもしれないだからそれごとにまあうちの商品だったら15万とかもうその程度ですからうんすごいいいと思うんですよねありがとうございますじゃあ頭皮はちょっと弱くなってしまうかもしれないけどそれは損切りでっていうこと損切りですわかりましたはいありがとうございますありがとうございますじゃあ一回戻しましょうかちょっとスーパービューですねそうですねいきましょうこれ外し方ってああパチパチってこうね わかるかな。あ、俺やってあげるか俺知ってるよ。<laughs> ほら。おすごい。俺もプロだから。<な> <laughs> ありがとうございます、はい。後ろもありますよね。はい。あれ福ちゃんみたいにそこにつけるときどうやってつけるんですか。福ちゃんはシールで。あ、やっぱテープかシールが必要なんですね。いす、はいすみません。ありがとうございます。普通にウィークとスーパーミリオンヘアの <laughs> 宣伝動画になっていやでもまあ見たい人は見たいですよね。ねそうですよね。あのちょっと頭下げてもらうとこういうね今状態ですけど。 紙は、まあいろいろあるんですけどブラックかダークブラウンなんですけどダークブラウン的な色ですけどブラックの方がこれ影を作る商品なんでどっちかうと紙の下に影、ねを,ね、を作るんですねこう叩くようにやることによってあの周り飛び散らないんで、はい、これでもうこの量ぐらいだと思う,う量がいつもに少ないですね何十円ぐらいですね、うん ちょっと頭下げてもらって。ほんと真っ黒だ。もう普通に生えてる人。そうですね。は、これだったら、あのシバヤンが撫でてきても、毛に粉がつくだけの話でそこ下を見ると、自分の頭。わ、すごい。言います、すごいです。はい。シバヤンに仕返しするんだったら、これが一番いいもう簡単ですよね。あとは、このスプレー。これやっとけば、雨でも汗も。大丈夫ですけど。これ、この子やっとけば、雨が降っても汗が。入いてもない。 前の方はこういう色があって<た>、ファンデーション、ファンデーションでこういうものをぼかすんですよね。これで結構強打するんですね。そうですね。結構上がっちゃってんだね。結構気にするしら気にするんですよね。ここね。まあちょっと今、ね、やっただけですけど。 自分で鏡見て、どうですか?。ここら辺は自分。そうですね。なるほど。すごいですね。はい。前、ここは、ちょっとこ影を作ったから。そういうことはできる。なるほど。このファンデーションでね。ありがとうございます。ええ。全然、全然、本人は気にすることじゃないですよ。ありがとうございます。すみません。はい。まあ、たまに気分を、か、変えて、ウィグで。ね やるとかそういうふうにするぐらいでまだ大丈夫じゃないですか、うん、もうちょっと悩んできたら食、うん、まあ考えて、はい、お金もらせるようになったらやると今の話だとううお涙ちょうだいみたいな話がないんで、はい、そこまで皆さんが趣旨して、ね、やるというふうな感じにはならないかなと思いますよねはいわ、はい、かりましたありがとうございます、はい、ここまで聞いて林社長どうでしょう まあそんなに薄くないからね。しか <laughs> も元気だしね。まあ、食毛代出してもいいんだけどね。出してもいいんだけど、俺は、俺は <laughs> うん。なんかもう少しなんか、僕に食毛を出したら、こんないいことがありますよというか、もちろん、 人生を変えられるようなね。株式会社、イヤシープ代表、林直宏。学習塾で全国制覇。年商百億円超えを実現。次に仕掛けるのは、極楽睡眠ヘッドスパー、イヤーシープ。フランチャイズチャンネルでさまざまな業態を支援。積んだ金額は、驚愕の二億円超え。積む、積む、積む。軍資金とノウハウを授ける、フランチャイズの王。今宵も聞けるか、サービスですよ。人生を変えられるようなね、ことも、 ハゲリーマンはこれによってて自信をつけて欲しいとか,だから人生が変わったエピソードを聞きたいっていうところもあると思うんだけど、うん、もっとめちゃくちゃハゲてたら、うん、おもろいから出そうってなったりとかあるじゃん、はい、過去の回でみんなの心を打ってた人いたでしょ、はい、その人にこうみたいな感じうん何かあったら動くかもしれないからそれをちょっとリーマンに向けてそうです、ね、今んところまあ粉振ったりカつらかぶっちゃえば。 いいでしょ多分ね,あのね気にしなくていいしねその気持ちも分かるから自分も食もしてきたからうん、まあ、パッとは思い浮かばないのが正直なところです、うん、なんですけどそのちょっと話がずれてしまうかもしれないですが以前、えー、配信された動画でも話に上がってたんですけどフランチャイズ版で薄毛の窓口やるみたいな話が出てたと思うんですけどいずれ僕も 事業を何かやりたいなっていうのがずっとありながらこういう堀エモ門のところであったり島屋のところであったりっていうところで,働いているのでもし自分ができるんであればその FC で山本さんと一緒に広げていきたいなって。でそれを広げる人間が実際に職務をしましまたそれで26歳のタイミングでやったから、えー、その後もハゲに困らずに授業を 事業に関係なくあの生きて、楽しく生きていけ,いけてますっていうエピソードがあったら FC も広げやすいのかなって思っていて今のはね、はい、すごくね、その職務をね、フランチャイズとか考えてる人にとってやっぱり体験した人がやってもらいたいっていうかそれすごくいい話だと思うただ、ずいぶん渡り歩いてますよねはいそれが信じてもらえないかもねそうですね説得力には欠けるかもしれないです 言ってるもんね。はい、そもそもカネゴンちゃんじゃなくてもいいんじゃね？ってなっちゃいますよね。そう,ですねうん、それって誰でもできちゃうことなので、うん、例えばカネゴンちゃんがすごい SN。sns の発信力を持っているとだとしたらメリットはあるかもしれないけれども、そういうわけでもないじゃん。はい、エピソードも全てちょっと中途半端なんだよね。はい、まあ仕方ないよね。ハゲ版に出るために生きてきたわけじゃないから、はい、<laughs> うん。それはよくわかるんだけど、<laughs> なんかそういう人の魅力っていうのがあると思うのよ、ね。うん なんか一つのことを一生懸命やってると熱くすごい語ったりすることができるんだけれども、うん、なんかモテない原因って実はそういうふわっとなんか当たり障りなく生きてきたんじゃないかなっていう気がしてて、うん、尖ったものがないというか、うん、それも人間の魅力だと思うんでなんか、うん、そここがやっぱ見えてこないのかなって今さほん結局、まあ、スーパーミリオン兵やりましたウィックやってみました職務があります。ど,どうこののウィッグなの スーパーパミリオンヘア一回こっちちはさてておいて気持ち的にそうですねどちらもぜひあの試してみたいというか、うんえー、実際に自分でやってみてあのウィッグもつけてみてっていうのは試してみたいい気持ちはすすごいあります <laughs> 確かに前出ていらっしゃったあの結構、ね、年配の、ね、方は最初ほら食も出っていうふうな思いでもちろんここには座るけどでもこの話の中でいや俺はウィッグなんだなっていうふうな結果に落ち着いてねウィッグなさってらっしゃるけどさ。 まだでも年齢的にも若いからな前回のケースとはちょっと違うんだろうけれどクセ毛が植毛されることに関してはどう思うんですか自分でそこはもう慣れてますねあ慣れはいもう中学生の時からああ自分癖っ毛なんだなっていう認識で生きてきたので、うんはい、大丈夫です今の段階で植毛すると「ルアン株式会社代表阿部稔」安倍実 創業50年世界70を超える国と地域で愛用されるスーパーミリオンヘアその実力は SNS を通して自ら実践してみせる魔法のような仕上がりふりかけ増毛のパイオニア志願者のプレゼンテーションをカバーし野望をボリュームアップさせる今の段階で植毛すると面積が狭いからまたしばらくすると他の部分が。 薄くなってくるわけですよ。またそこもやらなきゃないって,って、うんで、何回も私も四回繰り返したんだけど。うんうん、そういう繰り返し繰り返しをまだやらなきゃんなんで。だからできれば、もうちょっと行ってから。やった方がいいんじゃないかなと、私は思います。確かに、はい、そうです。確ですはい、あ、三割はかぶって。四十、うん、代前後ぐらいとか。ね、だからウィッグかって。 ハゲを加速させてておいてで早めのうちに植毛のタイミングを見つければいいんじゃないかなって僕はちょっと思っちゃうんだけど抜かすだけそうそうそう,もうあのどうせ抜けるんだったら今のうちに抜けなさいという。 そういう指導をしてあげる、教育してあげるんだよね、カ頭を。わ、はい、かりました。じゃウィッグで加速化させて、そうです。はい。三年後にリベンジします。<laughs> そういうことです、ね。<laughs> でもそんなに被ったからって抜けないでしょ。抜けないですよ。抜けないですよ。うん、抜けそうなタイプなので、あでね、だからウィッグを被って抜けたと思ってしまうかもしれないけれども、ね、実際はそこまでは変わらないと思う。うんうん、今は通気性もめちゃくちゃいいんで、一、うん、日つけてるってもう痒くなるとか。 あの違和感を感じることは一切ないです。これさ結構さこうポンポンポンって最初こうほら経歴のところでね。はい。あのタケちゃんからさ話が出たようにさその二十六歳の割にはこのこのポンポンポンっていうこの切り替えがね。会社のあれよ。まあ言える範囲でいいんだけど、まあどんな理由でこうかわかわ変わっちゃうわけこれ。えっと銀行はえっとシステム事業部っていうシステムエンジニアになるところ。 に出向になってしまいまいもともとは違う営業がしたかったんですけど営業には3年ぐらいかかるよっていうふうに言われてしまって、えー、その3年があるんだったらもっと違うところで学びたいなって思って半年ぐらいで辞めました銀行は。でホリエモンプロデュースエゾマルシェは1年間ですねでその後の小麦の奴隷も1年間ぐらいやって、えー、その後にパーフェクトビールも1年間です。で今の島屋のところで1万円。 一年経過しています。秋っぽいのかな。そんなことない。いや、秋っぽいと思います。あ、秋っぽいんだ。はい、あ、秋っぽいんだって。<laughs> はい、<laughs> そっかそっか。なんかこう一定のなんかものをこう掴んだらまた別な世界見てみたいみたいなそんな感じの気持ちになって。まあその部分もあると思います。はい。将来何やりたいんですか。さっき起業したいって言ってたんですけど、どんなことで起業したいんですか。はい、その起業したい内容が今ないので、<お>えー、ただ単に起業したい。いや。 ただそれがないので今は修行していつでも自分で起業をして何かをし,したいってなったタイミングでできるような体になっておきたいっていうところです現状は考えてないというか今は本当にさっき竹之内社長がおっしゃられたことがすごい自分の中で響いてて結構何でもそれ,それなりで終わってきてしまったんですよねなんですけど今は本当に島屋の下で結果をちゃんと出していつでも起業できるような体にしておきたいっていうところがあります。 ーいうのはあの髪の毛を加速させるそいうこじゃないです <laughs> そこじゃない <laughs> そ,こゃなそこじゃないんです,、ね、すいません全部中途半端というかう、はい、昔からそうだったので何か突き抜けた尖ったものを今自分で作りたいなっていうところで、うん、姉妹のところで修行している形になります何の修行してるんですか、えっと、射程の修行してます <laughs> 射程の修行はい面白いですねちょっと冗談なんですけど、はい、まあ本当に模索中ですはいいろんなことを体験させていただいててその中で自分ができることは何なのかっていうのを探してます、うん、将来うまくいく人っていうのは株式会社ディズインベストメント会長竹野内幸宏 創業270億円での売却後は飲食美容からアプリ開発キャブクラレンタルスペースまで全てを成功し続けるビジネスモンスターしかし毛量はそれに反比で減り続ける男誰よりもハゲに真摯に向き合う男が薄毛の悩みを解決へと導く将来うまくいく人っていうのは今からその雰囲気があるんですよ、うん、たとえ射程をやっていたとしても射程っぽくないねって言われるわけああ<ー>うん、うん 僕はこれ ID と呼んでるんだけども ID をいかにインストールするか成功者であるという ID が自分で今からインストールしてなかったらなれないんです <laughs> 自分は今勉強中のただの生生徒だだっって思って思たら一生そうなります <laughs> だからどっかのタイミングで島屋の弟子なんだけれどもめちゃくちゃしっかりしててあの人も実は起業家なんじゃないかなって周りに思われないとダメなんです。はい、なのでずっとと聞いてると 周りの評価、ハゲてるから、なんか、うん、指さされたりとか、こう、いじられるって言ってるけれども、いじらられるるキャラだからそうなっっちゃってるわけでしょ、うんうん、自分は、えー、いじられるようなキャラじゃないと、自分は経営者だと、ハゲててもかっこいいでしょっていうぐらいの気持ちのスタンスで生きてると、やっぱり周りがそう見てくれるんで、自然とそういう人生になっていくのね、はい、これは本当にそうだから。うん だから多分今の見られ方が将来の自分なんで、うん、それに満足いってないんだったら見られ方を変えれるような努力を見た目でするとかじゃなくてなんか雰囲気で出していくというかいいかな、はいうん、ってした方がいいかもね、はい、実はハゲが原因じゃないかもしれないよ。わ、うん、かりました。うん、ありがとうございます、はい わかりました。ありがとうございますってところも微妙だよね。なんかこう、返しがないもんね。コメント力がないよね。コメント力がね。島屋に言われてますね。うん、だからまあ、はい、夜の街でね。いや、僕ね、あの、結構トークも綺麗でし、お金持ちだし、まあまあ、身長も高い。ただ、<laughs> ちょっとハゲてんだよねとかって、うん、ネタにしたりとか、それであの、トルコの食毛動画とか、うえ、ん、ーみたいなとか言って、だからハゲだって、前向きな力に変えられるし、だからそれができる人は、うん 稼げるし結果自力でも職務ができるしみたいな,だらなんか順番が違うかもしれないよねあえて起業家として成功してほしいからこの逆境を乗り越えてほしいからあえて出さないってのもあるかもよでも彼の将来性を見て <laughs> 将来のビジネスパートナーになのかもしれないしいや竹野さんの話もいい話だね確かにその時点で分かるかもね確かに、うん、いや分かりますよねやっぱうん、うん あこれから成功していきそうだなっていう感じじゃないもんそれはやっぱり雰囲気で出ちゃうんだよねどう島屋についてって島屋の射程はどんな感じなの一生ついてくどうえっと一生はついていかないです射程なのに裏切る全然射程でなんかねよかったこの前細木さんの占いがあったじゃないですかでその時に島屋多分9位でまあ割と上位の方かなって いい時期はついてって大作会入ったらやめようかなみたいな。<laughs> <laughs> あと12年は大丈夫っておっしゃってたので、12年はついていきます。<laughs> ダメだってダメになった時に支えないと。いや <laughs> <だ>今コメントは最高だよ。<laughs> <laughs> 今言われたので、うんはい、すいません気をつけました。それは面白かったね今のはね。そうですね。うん、でも本当に今結果出すことを考えてついてってますね。うんうん、でその大作会に入ったら抜けるかもしれないし自分が 助けるかかもししれないし分からないいらです正直細木さんの裏いがこ,<直>こんな <laughs> こんなところで思わぬ効果を <laughs> 社員が退職まさか虎たちとの激論続く後半戦いまだ決定打を打ち込めない志願者いざ迎えるラストステートメント薄毛対策のプロフェッショナルたちは いかなる審判を下すのかはいはい <laughs> 職務ツアーといえば薄毛の窓口詳しくは概要欄からファイナルジャッジメントタイムの前に最後に一言社長様たちに一言どうぞよろしくお願いしますはい、はい、本日はお貴重な時間ありがとうございました、えー、本当にまだまだ自分が未熟でそれこそ雰囲気が出てないっていうところがすごい身に染みて感じました 今日を、えー、ターニングポイントとして、改善できて、改善していけるように。ええー、励んでいきたいなと思いました。本日は、ちょっと待って今のは、あれ <laughs> で言うとうですか。はい。励んでいきたい。励んでいきたい。なと励んで、ハゲはそういうの敏感なんでね。<laughs> ちょっと耳に入っちゃうんで、気をつけてほしい,んです、はいはい。はい、失礼しました。すみません。励んでいきたいなと思います。はい。はい、本日はありがとうございました。はい、では、一旦、後ろを向いていただいて。はい。はい。それでは、ファイナルジャッジメントタイムです。 それではただいまより最終決算に入ります。では井口社長の方から。はい。はい。ふんわりつさおです。とですね、実はちょっとこのプロフィールのところにシャンプーいくら使ってもらってるって書いてあるんで、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ですからシマヤンから100個っていうことでありがとうございます。購入させていただきます。よろしくお願いします。別別名です。シマヤンから100個。はい。そんな得にはならない。いや売ってるんです。彼は。彼彼の利益になるの。そうですね。利益。 あ、な、しまの歴益になっちゃう。はい、はい、そうじゃないしょう。いや、でも、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続きまして、ええー、竹内社長、お願いします。はい。ええー、ちょっとね、ごめんなさいなんです。はい、まあ。まあ、自力で頑張りましょう。はい。まず、うん、起業家を目指してるんであれば、逆に僕は厳しく行きたくて。まあ、自分で稼いで。できると思うんだよね。まあ、逆に言うと、今のハゲを、励みに頑張ってほしい。 <laughs> ありがとうございます,いますはいでは続きまして、えー、安倍社長お願いいたしますじゃあふんわりお手伝いということで、えー、まあ十分スーパーミリオンヘアでですね、えー、隠せますのでこちらを提供させていただきたいと思いますありがとうございますはいでは、えー、林社長の方からお願いいたしますごめんなさい僕も塗ったんでちゃ何もか書いてませんでした えー、竹野内さんと被ってしまいました。起業家として成功するためにはもっと追い込まれてほしいです。追い込まれて追い込まれてそこでどうするか。ピンチをチャンスに変えられないかみたいな時に進化します。僕もお金を使って使って生活が苦しんそこで進化します。起業家として成功してほしいから、あえてのごめんなさいです。ありがとうございます。では最後に山本社長の方からお願いいたします。 ごめんなさいで理由はあの、まあ、経歴的に今いろいろ探してる段階だと思うので薄毛対策についても今探してほしい時期だと思いますいろいろ試してそれでやっぱ植毛かなってなったらまたお声がけいただきたいなと思いますありがとうございますと、はい、いうことで、えー、とまとめますと「ふんわり手伝うが」が、えー、安倍社長と井口社長の方からということでお示しいただいたのがスーパー,ー,パーミリオンヘアの、えー、と支援と。 あとカレー100個、はいはい、発注というふうな形でございました金山さん、はい、なんか今日の感想みたいなの一言はい、はい、本日はありがとうございましたえっとあえて厳しくしていただいて本当になんか前向きな気持ちで今日は帰れますで島屋にもいい報告ができますカレー100個ゲットしてきたと本日はありがとうございましたはい 新たな毛髪を手に入れ新しい人生を歩みたい志願者の挑戦は二人の虎がふんわり手伝う協力宣言薄毛の悩みを解決するその一歩を踏み出したプロフェッショナルたちのサポートのもといかなる未来を引き寄せるのか物語の行方は続報を待て